タイプでも好きになった人、タイプ的には似てるよ。私はちょっと不良っぽい人が好きなの。ね、どことなんかあれなんだよね。こんな頭してる人とかこんなの燃えてこいなっちゃってそれじゃないっちゅそうじゃなくて雰囲気がね、不良っぽい人、ごめんなさい。どことなんかなんかあれなんだよね、冷たくさ、冷たくしそうな人って言うんでしょ、そうそうそう。誰かな、それは誰かな、誰かな、誰かな、言ってもらってみんな知ってるじゃんよ。知ってるよ、知ってるよ、うん、ね、そういう感じじゃない、だって聞いた聞いた、今の聞いた鼻息ばっかり上がってちょっといや、ちょっとなテレビちゃ言えない、言えない、言えない、それじゃ私がそうだ、ねえ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 、言えない、これからちょっとアイドルとしてやってくる、言えないよね。全然私の顔とかタイプじゃないと思っててもさ、うん、長くこうやって一緒にいたりとかするとさ、うんうん、仕草とかそういうのでさ、すごい顔じゃなくて、うんうんうん、最初の印象はこうかっこよくないと思ってたのに、うん、かっこいいとかかわいいとか思ったりするもんだよね、うん、きっとね、うんうん、それはだから長く話してみたりとかするとフィーリングがあっちゃう、そうそうそう、変わってくるもんだよね、うん、そういうのね。で、そうするともう顔とかなんとかとかいろいろ言ってらんない。いや、リエコは顔だよねフィーリングが合うと合わないとあんた、それじゃああまり誰でもいいんだよね。そんなことないよ、私は一途なんです。一途一途なの、一途か、ちょっとこう、それてるしね、一途なんだよね一途なんだよねやめてよ、そういうこと言うとみんな信じちゃうから。まあまあまあ、皆さんこんな感じでいろいろ考えてほしいんですけれども、一人の人が分かってくれればいいんだもん。そんだけ、オンマイクにすると私の声が通らないからね一人の人が分かってくれてればここだけの話でですね、皆さん本当にあの耳が痛いダメだっちゅうの、本当に。いや、楽しいね、これで遊べるね。あのですね、ここだけの話で、うん、皆さんがどうしても話してほしいということがありましたら、はい、こちらの方にアイドルステージの方にどしどしあの送ってきてください。よろしくお願いします。こんな感じでほらマイク触ったら入らないっちゅうので、こんなことが聞きたいということ、よろしくお願いしますね。うるさいね、ちょっと待ち